いつもモーターマンオンラインチャンネルの動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。今日は用品紹介をいたします。本日紹介するのはこちらのアペマンドライブレコーダー C550 のご紹介をいたします。まずこのドライブレコーダーの一番の強みについてご紹介をいたします。こちらの強みは低コストでありながらも駐車監視システムが使えて、なおかつ15,000円、2万円台の他メーカーのドライブレコーダーの解像度と遜色のない収録ができるドライブレコーダーであるという機能を持っているところが大きな売りになります。まずこのドライブレコーダーの外観上の機能を見ていきたいと思います。このドライブレコーダーは2つの配線で成り立ってまして、こちらが電源の配線、シガーソケットから取っている 12V の電源の配線、こちらがリアカメラの配線になっています。ここにももう一つジャックが入るところがありますが、こちらは別売りの GPS の配線をつけるところになります。もう一つはこのようにドライブレコーダーが取り外しができるようになっていまして、こちらブラケットを両面テープ、裏についてるんですが両面テープで貼ってブラケットがありまして、それをこのような形ではめ込んで使うタイプのシンプルなものになっています。カメラはここについていまして、任意で角度調整ができるものになっています。このように角度調整をしていくという非常にシンプルで誰でも簡単に短時間で取り付けができるドライブレコーダーになっているというのも特徴的なところになります。次にこのドライブレコーダーの詳細の機能について見ていきます。まず画面ですけれども、前とこちらが後ろの画面、このように切り替えボタンがありまして、左に前、右に後ろの画面を表示させることもできます。あと前だけ、後ろだけ、このような形で表示させることができる。で、IPS 液晶を使っているので非常にくっきりとした、従来の液晶画面よりもくっきりとした画面になっているというのも特徴的なところになります。こちらに行きますと、今度は解像度の設定、 1080fhd720pvga と3つの設定ができます。表示モードになりますと、先ほどご紹介した通りでこのように表示モードが選べるようになっています。ループ録画に関しては1分、3分、5分、オフという設定ができるようになっています。 WDA も設定ができるようになっていて、これを設定することによって暗い時でも鮮明な解像度が得られる。それから露出の方もプラス3段階、マイナス3段階で設定ができるので、ナンバーが白光りしていて見えづらい場合が昼夜であったりすると思うんですが、そういった場合にここを設定することで見えやすくなると。もう一つ、モーション検知ということで、こちらの方は今オフにしているんですが、カメラが動く被写体を捉えた時にこのドライブレコーダーが起動するような、そういった設定の機能もついていたりします。これを設定してしまうと常時録画にはならないので、私の場合はオフにしています。それからマイクのオンオフ、日付スタンプ、 G センサーもオフ、ロー、ミディアム、ハイと設定できるようになっています。駐車監視、こちらの方
冒頭でもお話ししたんですが、オンにしています。これは内蔵バッテリーが入っていますんで、シガーソケット 12V で供給しているドライブレコーダーであっても使えるというところが非常にいいところです。それから GPS、速度単位ということで、こういった機能が備わっています。もう一つは日付と時刻、スクリーンセーバー。これは液晶のオンオフの設定です。それからオートパワーオフ、周波数、操作音、起動音楽、言語、フォーマット、デフォルト設定、バージョンということで、まあ、この辺は頻繁に触ることはないんですけれども、こういった設定もできるようになっています。このドライブレコーダーの目玉であります、駐車監視機能のデモンストレーションを少しお見せしていきたいと思います。今、電源が入っている状態なんですが、ここで電源を切ってみて、エンジンがオフの状態にしてみたいと思います。今ここが切り替わりましたけれども、これでエンジンがオフの状態になりました。そうすると、このように電源が切れるようになっています。そこで衝撃を加えます。そうしますと、自動的に起動するようになりまして、でこう見ていただくと、電源は供給されていないんですけれども、収録を始めるようになります。で、これは30秒間、前と後ろ、収録を始めます。はい、30秒間収録が終わりますと、電源が切れるといった、こういった機能というのがついています。これは結構私自身は画期的な機能かなと思ってまして、なかなか駐車監視機能もシガーラータイソケット 12V で取って駐車監視機能がついているドライブレコーダーが意外と少なかったりするんですけれども、これは非常にコンパクトなドライブレコーダー、オーソドックスなドライブレコーダーなんですけれども、そういった機能がついているというところは非常にアピールできるところかなと思います。で、次に、昼夜の解像度なんですが、このドライブレコーダー自体には、ドライブレコーダーで再生を確認する機能というのはついていません。ですので、パソコン上で再生した画面になるんですけれども、まず、昼間に関しては、フロント、リアともに、車の認識はもちろん普通にできますし、ナンバープレート自体もしっかりと確認ができます。ただ、車の前後、止まってる時に限ります。走っている時や動的な車のナンバーを捉える場合ですと、ナンバーの認識というのは少し難しくなります。もう一つは、車から少し離れた場合も、同様でナンバーの認識までは少し難しくなってくるかなと思います。まあ、これはこのドライブレコーダーが劣っているということではなくて、200万画素相当のドライブレコーダー全般的に言えるんですけれども、だいたいそのぐらいの画素数ですと車が止まっている時でないとナンバーの認識ができないというのがありましたので、200万画素相当では限界のレベルになっているのかなと思います。それから夜に関しては、車の至近距離の車の認識は普通にできます。ただナンバー自体の認識は少し難しいかなという気がします。大きなナンバーの認識はできるんですが、小さい漢字であるとかひらがなの認識まではかなり難しい状況にあるかなというのが正直なところになります。これはライトを焚いていても同様に言えることかなと思います。で、なおかつ先ほど昼間の解像度での説明をさせていただきましたけども、車から離れた場合であるとか
動いている被写体であるとか、そういった車のナンバーを捉えるのも夜ですとかなり難しいかなと思われます。はい、今回このアペマンのドライブレコーダーのご紹介をしてきましたけれども、まあ、今はミラータイプのドライブレコーダーや360度タイプのドライブレコーダー、このドライブレコーダーの後にご紹介するんですけれども、 AI 機能がついたドライブレコーダーであったりとか、さまざまなドライブレコーダーが出ているんですけれども、その分価格が高くなっていると。で、このドライブレコーダーはオーソドックスな非常に必要最低限の機能が備わっているということがあって、非常に価格が安いというところにメリットがまずあるかなと思います。これで6000円、フロントとリアにカメラがついてて6000円で、1万5000円、2万円のドライブレコーダーと遜色のない解像度で再生ができるというところもこのドライブレコーダーの魅力ですし、なおかつ駐車監視機能もついていると、まあ、言ったところがこのドライブレコーダーの一番大きな売りなのではないかなということを今回私自身は思いました。はい、ということで今回はこちらのアペマンの C550 のドライブレコーダーのご紹介をいたしました。興味のある方は概要欄に詳細を記載しておりますので、そちらの方もぜひともご覧になってみてください。それでは失礼をいたします。